けるか。ああ、いけるね。ちょっとね。吸いつく。隣り合わせになるとね、吸いついちゃう。ちょっと頑張っててね、俺は今。体をいい感じにしてくれるキノコを探して散歩をしています。これじゃないって。むしろあれじゃない、あの隣のせっかく作ったけど、見っけた見っけた、キノコのとこのあれ分解した方がいいかもしれない。立てたら分解できないやん。なんてこったい。マジか。ちょっと待って、このバナナの屋根をまず分解するだろ。バナナ派殴る立てたら壊せん。あ、骨組みの方。あ、そう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 。あ、これ一応立ててダメか。お、なんか上に上に反応があるね。あ、できる。え、あ、屋根があったからか。あ、そうかもね。屋根が干渉したのかもしれない。なるほどね。お、連結するんだね、骨組みはね。なるほど。ついついちゃう。あ、ケッティヒルがついてるよ。で、多分俺にもついてるんだ。ありがとう。ヒルの取り合い。嫌なコミュニケーションだよ。あ、あと1枚だって。よーし。セーブしとこう。よし、雨がしのげてるから、今度こそじっくり。大丈夫だよな。床が濡れてるけど、これは大丈夫だよな。大丈夫だと思うぞ。思うことにしたぞ。カモンね。アロワナ焼いて。え？また斧投げちゃった。びっくりした。地面にある葉っぱ叩くだけでも結構耐久度持っていかれますね。違うな。今度こそカタツムリ焼くぞ。実食。いや、大き場を作るために長い棒4本ってなんか割に合わないんだけど。大き場を作るための棒がないっていう。そのために斧が消費されてくる。あ、緑のゲージが少し足りてないな。緑ってなんだ。ナッツ食った時に回復した気がしたんだよな。何だったかな。炭水化物か。確か。いや、炭水化物黄色じゃなかったかな。ナッツ食べてみよう。お。今、あ、緑。あ、脂肪だ、脂肪。カタツムリが焼けましたよ。あ、どんな味？味じゃね。いきまーす。もぐもぐ。タンパク質3、エネルギー1、消費量回復できますね。ドロート、ドロート、ドロート。あ、そうそう、ドロートも資源であるんだよ。あ、そういうこと、そっちいらん。でもなんかレンガとか焼けるっぽいよ、いずれは。すごい、結構。自分洗おう。で、昼にやられる。あ、大丈夫だった。持つ、飲むってあるけど。よっしゃ。お、ワイルド。水筒あんのに、ガス落とす、壊す。夜の方が取りやすいな。乱獲できる。入れ食いなんだが。
入れ食いなんだが。ちょっと火にココナッツのスコを当てて割れそうだな。そろそろ寝るか。あ、ですね。よっしゃ、いい感じ。どれや。あ、じゃあ。あ、絶対ヒルついてる。あ、ケティにもついてる。はい、入ったろうねーって。足なんか見づらいんだよね。オッケーオッケー。お互いのヒルを取り合う。ヒルって書いてある。よし、オッケー。さて、とりあえずかな。あ、キノコ。待って、幼虫ってあんだけど。あ、なんかの虫だね。焼いて食べれるのか。まだ火ついてるから焼いてもいいよ。入れるってやると焼ける。おー、焼けんの早いな。俺奥側のやついただくね。じゃあ、取れない。どれどれ。あ、気持ち悪い。食べてみよう。パクリ。待って、なんか変なこと言ってる。おー、ゴッドって言ってた。よし、じゃあ、まあマップは決まってるので、あの例の原住民跡地のところまではすぐ行けるよ。怖え、落下地は怖え。ここまっすぐ行くだけだからそんなに難しくない。あ、完全に危ないキノコだ。あ、やっぱり危ないキノコなんだ。どう見ても危ないキノコだ。あ、一発いけんのそれ。槍だったら一発でいけたわ。空のココナッツ。赤い葉っぱなんだ。これかな。おっしゃ見るもん。あ、つる。やばい。目的を忘れていた。なんか取れると思ったら取れなかったりするんだよな。熱帯は気温じゃねえや。あ、やだやだ。噛まれた噛まれた。ヘビに噛まれました。はいはい、シャー言うてる。シャー言うてる。ガラガラヘビだ。やばい、それあかんやつやん。やばい。俺はもうここまでだ。おばし治るかなと思って木の実食ったらゲロ吐いちゃった。戦おう。無理、やめとこう。殺される。見えんかったからな。お待てか。俺の冒険はここで終わってしまうのか。未知のハーブが手に入りました。未知のハーブ食べてみる。ここにある。あの鳥の死体を今見つけて回収した。すごい勢いで。俺すごい勢いで衰弱してる。やばい、吐くもんないぜ。もうこれ俺死んだらどうなるんだろう。確かに。このあれ、毒牛みたいなやつ。未知のハーブ行くんだ。変なチャレンジ始まったで。なんか俺重くなった。なんだ足を。てかマジで死にそうなんですけど。ちょっとアロワナの肉ドカ食いするわ。あの、ここにもナッツ落としてるから、後ろにバナナも落としてるから。生きて。
いや、無理やって、無理やって。パワープレイすぎる。ほら、食っても吐いちゃうもん。てか、ガラガラヘビに噛まれて食っときゃ治ると思ってるやつが ダメすぎるでしょ。体力がどんどん減っていくんだよな。ああ、俺は助からないかもしれない。キノコ、道のキノコ行く。あ、こちらあれだ。絶対とどめになると思うけどね。あ、アルマジロだ。あ、もう心臓の鼓動が聞こえてきて、俺。走馬灯が見える。アルマジロを今、うっちゃうちゃにしてるよ。でもぐちゃぐちゃにしたとって多分生肉でしょ、それ。なんか重量オーバーだな。ああ、そういうのもあるのか。重くてなんか動きをせえなーと待ってか、死ぬ、マジで死ぬ。さよなら、ケッティ。やばい、なります。あ、やばい、本当に。あ、HP ミリです。さよなら。耐えるかな。行ってしまわれた。ダイ。ダイ。ドック。あ、リスポーンできる。リスポーンってあるんだ。優しい世界だ。持ち物を失うだけで生還できるっぽいよ。おう。未知のハーブを食べた。え、ケッティそのまま？うん、そのまま。おう。じゃあ、合流するね。何事もなかったかのように。あ、え無ん理、や。許すなし。ちょっとヘビに噛まれただけでこのありさまだよ。参ったぜ。おっと、食中毒マイナス2ってなって、やばい、ハーブ生で食うもんじゃ。 何やってんだ。 食べれたから食べた。反面教師がいたじゃないか、目の前に。とりあえず食ってみろや。 やサばバい。イバル向かへんわ、この二人。どこその、受付嬢で生きたんだけど。 食ってみろ。迷ったら食ってみろ。 死ぬんだよな。あかん、死ぬ。そんな。あ、これ、これか。あ、そうか、二人いないとあれ。あ、そこ寝ようとしてたんだね。そして俺は当初の目的だった原住民の村に着いてしまった。やべえ、これ俺行くわ。よし、バックパックの中身全部落とす。あ、なるほどね。それ賢いかもしれん。なんか傷がある。そっからか。なんか、もう傷、すげええぐれたような傷がある足に。ああ、ちょっと、待ってね。なんか知らんけど、手の湿疹治ったから、俺が使う予定だった包帯持ってそっち行くわ。このままで死ぬ。お願あ、いし、死なないで。死なないし、ローのうち。あ、死んだ。パスでアウト。気を失ったって。死んだよ。あ、虫の息の毛っていいの？あれが見えるわ。気絶してるっぽいマークだ。一応します。おお、来た。あよ、かわいい。怪我はしたまんまだな。オッケー。待ってくれ、ケッティ。この包帯が役に立つだろう。それを巻くのです。なんか腕も怪我してない？ケッティ。
なんかね、体ボロボロよ。俺なんかよりよっぽどいいら、包帯全部あげるわ。待って、あのね、負けない。え、とりあえずなんか左腕怪我してるからそっちに巻きね。あ、いた。あ、いた。よし、あった。いや、待って、待って、ど、なに、怖い怖い。来てえ、ちょっと。で、こっちもなんか起こすとかいうボタンないんだけど。ふふふ、てる。待って、え、え、ちょっと、えぐいくらいあの体になんか。テッティのことガン無視で寝たらどうなる？ただ寝て、時間進むだけだな。起こせんのだが。起こせないんだよね。あのプレイヤーが復活させてくれるまで待ちましょう。なんか気づけ薬みたいなのがあるってことかな。ああ。まあ、たまたまいっぱいハーブ今持ってるんだけど。使っていいハーブかどうか分かんないんだよね。あと十数秒で起きるから一旦寝ましょう。おはようございます。すっく欲しい言うとる。体だった待って、もう一回寝た。俺さ、あ、水飲んで帰ってこれかな。待って、ちょっと待って、体力もやばい、体力もやばい。待って、これ死ぬな。寝たらいいのでは。もうあ、走れない。あ、これいった、ごめん。いく、これいる。いた、だってガチャ死んだ。あ、死んだ、本当に死んだ。感染だって。細菌が回っちゃったのか。魚いねえ。でもバナナいっぱいなってるわ。たかたつむりだ。焼いとけ焼いとけ焼いとけ。今日の晩ご飯はかたつむりよ。時間帯的に朝か。本当だ、すんごい長い。でも死んだら孤立っていうことはどんどん奥の方に拠点伸ばしてって思う。そうだね、どうせここで長いしてもこの辺の資材がなくなるだけだからね。あ、やぐら立ててるんですか。この辺等間隔にバナナ並んでるな。植林したんだろうか。ああ。あ？えないな。いや、なんか変なのあるぞこっち。フォニュートリア毒脂肪グモ。やばいって。えぐいって。これ取れってのは捨ててってことかな。言いたくないよまだ。あ、二度目の死はちょっと。どう見てもやばいんですが。お願いします。さっきのボールのとこに小さな火って書いてあるから設置してますわ。何？あ、本当だ。あ、そういうことね。下から焚き付ければいいわけだ。でもこれ火つけたら何が起こるんだろう。やってみよう。原人が戻ってきたりして。煎じ薬じゃないかな？ノートにあった。よく取り戻せみたいな。サイコトリア、サイコトリアが分からん。なんかゆっくり目の前で丸太が倒れた。怖い怖い。あ、サイコトリアあったよ。なんか赤い実の植物だったわ。つぶつぶの。寝たら喉乾いた言う始めんだろうな。
キノコあったっけ？ もうキノコだ頼みだわな。あるわ。確かに。俺もあります。 水飲んでこよ。俺は水飲んでこよ。あ、びっくりした。危ねえ。寄生虫。寄生虫枠までの。うんうん。うわあ。あ、俺は枠までの。おお。やばい。よし、お腹いっぱい。あ、せっかくだ、水筒にも汲んでいこう。あ、確かに。汚いけどな、しょうがない。よし、これでいいのかな。よし、一杯分汲めた。石炭食中毒マイナス1ですね。木炭だった、木炭。食えるの？食える、食える、食った。木炭食うの？体に良かった。脱臭炭の理論やな。冷蔵庫の匂い取るみたいな。おい、きやがったあいつ。 Disgusting。 うわって言って、あのさっき組んだ汚い水飲んだ。待って、ココナッツから割ると果肉が出てくる。へぇ。炭水化物5、脂肪10。これすごいぞ。またいる。任せろ。あ、ほんとだ、白い。しゃ。あら、いいですね。もろいタイマーってそんなもろいって言わなくていいじゃん。瞬間もう分かってたやろな。食いながら、うわこれもろいやつや。殴れるのかな。殴れますね。わかる。横に持ってるし、腕のぐじゅぐじゅが見えるわ。やばい、それは。しかも足にヒールもついてたし。気づいた。両腕がぐるぐるしてるんだね。あと大丈夫。多分体が元気だからね。あの耐えてると思う。気合いや。うん。なんだこれ、光ってるように見える。よし、消えちゃった。雨降った。もろいわ、これはもろいわ。またね、操作ミスでね、食中毒になっちゃった。何をしているんだ。あかんあかん、キノコキノコキノコ。あ、また吐く、吐くぞ俺、吐くぞ吐くぞ。あかね。やばいやばい、気を失う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 。寝ろ寝ろ。火持ってフラフラ歩いてるあの人。いや、あ、エルトン、エルトン食中毒がものすごい勢いで回復する。時間経過だもん。ちょろいもんだな。どれ、変な花食うか。あ、行ってしまわれた。ちょっと寝ますね。あ、はーい。具合が悪くなったら横になれとな。いうことですね。うん、治ったわ。早っ。